泉真は日本の山口県下関市出身でインド国籍の元サッカー選手。ポジションは MF、FW。インド人の父と日本人の母との間に下関市彦島で生まれる。小学校4年生の時にスポーツ少年団でサッカーを始め、彦島中学を経て下関中央工業高校に進む。高校では宮本徹が同級生で、県大会で準優勝するなどの成績を残したが、J リーグのチームからオファーはなく、卒業後は、新潟県のジャパンサッカーカレッジに入学した。専門学校在学中の2005年1月からアルビレックス新潟シンガポールに所属して、S リーグでプレーした。この時に I リーグからオファーを受けたが、環境の違いなどから断り、同年秋に帰国後は、自動車工場に塗装工として勤めながら、三菱自動車水島 FC でサッカーを続けた。ここで、再び、オファーを受け、プロへの思いなどから、2006年に、コルカタに本拠地を置く、I リーグイーストベンガル FC に移籍。I リーグにおける初の日本人選手となった。このシーズンは、攻撃的ミッドフィールダーとして1ゴール10アシストの活躍を残し、5チームからのオファーの末に2年契約で、ムンバイのマヒンドラユナイテッド FC へ移籍。しかし、2007年は、左足親指を骨折して6試合の出場に、とどまった。2008年シーズンは、デュランドカップで優勝した。2009年には一部に昇格したばかりの、プネイ FC に移籍。2010年に、インド人女性と結婚。2012年8月、インド国籍を取得し、2013年1月29日、2月6日のパレスチナ代表との親善試合で対戦するインド代表に招集された。現地メディアによると、外国出身者のインド代表入りは初めてのことだという。2014年シーズンをもって5年間在籍したプネイ FC を退団。2015年夏のプレイヤーオークションで、インドスーパーリーグのアトレティコでコルカタに680万ルピーで落札された。2018年、自身のインスタグラムで、現役引退と引退後は、インディアンスーパーリーグのアカデミー部門である、リライアンスファウンデーション、ヤングキャンプで、コーチ業を行っていくことを発表した。ありがとうございます。